私の名前は松本和彦。もう47歳になる。田舎で生まれ、就職するまで実家にいた。気は弱いが優しい母と、豪快でまさに昭和の男といったような父。一人息子だったこともあり、それなりに甘やかされていたと思う。決して裕福なわけじゃない。でも母さんの作るご飯や、週末に車でいろんなところに連れて行ってくれた親父が大好きだった。そんな幼少期を経て、22歳の時に実家を出た。隣県の町に就職することが決まったのだ。会社は小さいが、当時では IT 企業の先駆けだった。実家を出る時の両親の顔は今も覚えている。そして、サラリーマンとして働き出して3年が経った。当時の私はバリバリ仕事をこなし、昇進も早くに決まっていた。まさに順調そのものだった時、エリコと出会ったのだ。取引先の受付をしていたエリコに一目惚れした私は、すぐに連絡先を聞いた。最初は驚く彼女だったが、何度も顔を合わせるたびに、仲良くなった。それから食事を重ね、ついに付き合うことに。その時、私が25歳、彼女も25歳。結婚のことは当然意識した。それは彼女も同じだったらしく、俺たちは付き合った1年後、結婚することに。当時勤めていた会社も順調そのもので、給料も良かった。エリコが専業主婦になれるほどの余裕もあった。俺はすぐにエリコを連れて両親に報告しに行った。泣いて喜ぶ母さんと大笑いして喜ぶ親父。そんな二人を見て少しは親孝行できた気分だった。そしてその帰り、親父に呼ばれ家の前に出た。この車、お前にやる。そう言って、車の鍵を渡してきた。この車は親父が昔から大好きだったコンパクトセダン。今思えばかなり古臭い車だ。親父といえばこのセダンというほど思い出があったんだ。週末、いつもこのセダンの助手席に座っていろんなところへ行く。いつからか俺もこの車が大好きになっていた。もう運転することもないから、お前が家族を乗せる番だ。そういう親父の目には少し涙が溜まっていた。大事に乗るよ。俺はそう言い返した。結婚して1年後に念願の娘が生まれた。直と名付けた娘を可愛がったのは私たちだけではなかった。ずっと孫の顔が見たいと言っていた両親は大喜び。親父なんて特に溺愛していた。その後直はすくすくと成長した。仕事を終えて家に帰れば直とエリコが迎えてくれる。そして週末になればあのセダンでドライブに行く。そんな生活が何より幸せだった。お父さん、来週もまた連れてってね。ナオは週末のドライブをとても気に入ってくれていた。助手席で大騒ぎしたと思えば、帰り道はぐっすり眠っている。そんなナオの姿を見ると、つい涙腺が緩んだ。親父がしてくれたことを俺はナオにできている。親父の気持ちが分かった気分で、胸がいっぱいだった。時間はあっという間に流れ、ナオは高校生になった。エリコともたくさん喧嘩したし、ナオの反抗期もあった。それでも家族と過ごす時間は幸せだ。家族で週末のドライブに行くことはなくなったが、それでも俺は、休みの日にはあのセダンを走らせた。古くなったけど、それでもまだ走るもんだ。その日も好きな道をのんびり走っていると、急に電話が鳴った。母さんからだった。和彦、
お父さんが。震える声を聞いて、俺はすぐにセダンで高速に乗り込んだ。親父が倒れて病院に運ばれたというのだ。親父はもう若くはない。いつかこういう日が来ることは覚悟していたものの、俺は必死に震えを抑えた。父さん。病院に着いた時、親父はベッドで横になり、今にも眠ってしまいそうだった。和彦か、よく来てくれたな。親父は小さい声を絞り出す。エリコさんとナオちゃんを大事にするんだぞ。きっと親父は自分の最後を悟っていたのだろう。俺に別れの言葉をかけ始めた。それと、わかってるよ、あのセダンだろ。そう声をかけると、親父はゆっくり微笑んだ。大事に乗るよ、父さん。俺の声が届いたかはわからない。でも親父は穏やかに眠った。その日の深夜、親父は息を引き取った。昔から健康的な生活とは真逆の生き方をしていた人だ。かなり体が弱っていたらしい。通夜の準備や家族に伝えるために一度帰ろうと病院を出た。あのセダンに乗り込んだ時、こらえていた涙が一気に溢れ、声を出して泣いた。その後、無事に葬式も行われ、多くの友人に囲まれて送られた親父。母さんはずっと泣いていたが、同じくらい、ナオも泣いていた。ナオは親父が大好きだった。よく、おじいちゃんの家に行きたい、と、ダダをこねていたし、親父もナオをかなり甘やかして可愛がっていたから当然だ。そして葬式から1ヶ月経った時、母さんから連絡があった。深刻そうな声で、とにかく実家に来てほしいとのことだった。実家に着いた俺に母さんはこう言った。お父さんに借金があったみたいでね。俺は耳を疑った。その額は800万円にもなっているそうだった。どうやら親父は友人の保証人になってしまっていたらしい。母さんにそんな大金払えるわけもない。当然、息子の俺が払うことになった。借金のことをエリコに告げると、深くため息をつき、私には関係ないから、と言い捨てた。そして追い打ちをかけるように会社の経営が傾き始めた。給与の減少、それにリストラの可能性まであった。そんな状況を知ったエリコの口からは、離婚。当然だとも思った。エリコはナオを連れ実家に帰ることに。毎月の養育費と借金の返済。俺は頭を抱えていた。なんとかお金を工面しないと、そんなことをずっと考えていた。エリコとナオが家を出る日がやってきた。目を合わせてくれなくなったエリコ。気まずそうなナオが最後に声をかけてきた。お父さん、この車売るの？俺はとにかくお金を用意するために、このセダンを売りに出すことに決めた。書類などが家に届いていて、それをナオは見たのだろう。ああ、仕方ない。そう。ナオは静かにつぶやいて、エリコの後をついていった。コンパクトセダンは大したお金にはならなかったが、仕方ない。そう自分に言い聞かせていたが、どうしてもあの時のナオの表情が忘れられない。セダンがなくなった日から、俺は抜け殻のようになってしまった。でもお金は必要だった。自分の時間しかなくなった俺は必死に模索し始めた。転職も考えたがもういい年だ。こうなったら自分で稼ぐしかないと覚悟を決め、副業を始めた。これまで会社で培ったプログラミング技術などを活かせるものを全て使った。もちろん最初は全くうまくいかなかった。借金の返済さえ遅れることもあった。
それでも養育費だけは遅れることはなかった。エリコの実家での暮らしは、俺の養育費をそこまで必要としていない。でも、なんとか娘のナオとのつながりを持ち続けたい一心だった。あれから4年が経った。なんとか副業を成功させ、去年に独立。当面のお金の心配はなくなった。それでも、決して裕福とは言えない。しかし、今年でナオは20歳になり、養育費の支払いは終わる。お金のことを考えれば、楽になるのは確かだが、俺はそれでも払いたかった。あれから一度も会えていないナオとの、唯一の接点のように思っていたのだ。そんなある日、家に手紙が届いた。差出人は、ナオからだった。そこには、20歳になるまで、養育費を送り続けていた俺への感謝、それと、エリコの実家を出て、上京するということ。そして最後に、週末会いに行くから待ってての言葉が、俺は涙で文字が滲んで読めなかった。ナオはきっと俺のことなど忘れている。そう思い込むようにしていたのだから。数日後、約束の時間がやってきた。俺はいても立ってもいられなくなり、家の前でナオを待っていた。20歳になった娘の顔を想像していると、遠くから懐かしい音が聞こえてきたのだ。燃費の悪そうな低いエンジン音、あのセダンと同じ音だった。今でも乗っている人がいるんだな。俺が思い出に浸っていると、そのセダンはこっちに向かってきた。あっけに取られていると、セダンは俺の前に止まった。かつてのセダンと同じだった。そして、運転席から降りてきたのは、ナオ。久しぶり。そう笑うナオは、4年前の面影はあるものの、すっかり大人になっていた。俺は感極まって言葉を失った。それに、何より驚きなのは、ナオの後ろに止まっている、あのセダン。俺が目を丸くしていると、ナオは、乗る?と、微笑みながら、鍵を渡してくれた。俺の体は、自然に運転席に向かっていた。4年ぶりのセダン。そして助手席には、4年ぶりの娘。感情が入り乱れながら、俺はゆっくり車を走らせた。するとナオが話し始めた。お父さんが送ってくれてた養育費の半分をずっと貯金してたんだ。もしかしてそのお金で?信号待ちをしながら、俺はナオの顔を見ながら尋ねる。うん、もちろんそれだけじゃ足りなかったから、高校の時もバイトして、卒業してからも頑張って貯めたんだ。信号は青になり、セダンはゆっくり走り出した。なんでそこまでして?俺は目に涙が溜まっていくのを感じていた。だって私、この車大好きなんだもん。離婚した時に売るって言ってたの、本当に悲しかったんだ。私の思い出は、この車に詰まってるような気がしてたからさ。ナオの言葉に、私は涙が止まらなくなり、セダンを止めた。ちょっとお父さん、大丈夫?そう言って笑うナオの声も、涙で震えていた。離婚したお母さんの気持ちもわかるんだ。でもやっぱり、お父さんのこと、忘れられなくて。この車を買うまで、お母さんには黙ってたんだ。でもさすがにバレて、めちゃくちゃ怒られたけどね。助手席で笑うナオを見て、俺は自分を親父と重ねていた。エリコは元気か?そう尋ねると、元気だよ。お父さんに会いに行くのも許してくれた。と、ナオは優しく微笑んでくれた。
俺たちは家に戻った。あの人何も変わらない家を眺めて、なおは懐かしがっていた。お互いの近況を報告し合ってるうちに、自然と昔のように話せる自分がいた。なおは高校卒業後、すぐに免許を取り、就職もしたらしい。状況も本社に異動になったためだそうだ。じゃあ、あの車は東京に持っていくのか？俺がそう尋ねると、なおは吹き出して笑った。持っていかないよ。あれはお父さんへのプレゼントだから。やっぱりあのセダンは私には似合わないよ。なおはずっとこの車を渡すために頑張ってくれたんだ。俺は胸が締め付けられる思いだった。あのセダンと同じ車じゃないけどね。それでも探すの大変だったんだから。少し照れくさそうに笑うなお。俺は二度となおとあの車を手放すものかと心に誓った。その日は帰りが遅くなったからなおを家まで送ることに。もちろんエリコの実家だ。俺はなおを助手席に乗せて少し緊張しながら向かった。家に着くとエリコが家の前で待っていた。久しぶりに会う元妻の顔は少し老けたように見えた。少し老けたね。そう言って笑うエリコだった。エリコとも近況を話し合い、当時のことを謝られた。俺はエリコのことを恨んだことは一度もなかった。なおは帰り際、こんなことを言った。お父さん、私が帰ってきたらまた乗せてね。もちろん。その時はお母さんも一緒にね。なおの無邪気な声に、つい俺たちは笑った。ああ、そうだな。やったー！喜ぶなおの横で、少し恥ずかしそうにうなずくエリコがいた。俺は一人でセダンに乗り込み、二人に手を振った。久しぶりだけど、すぐに感覚を取り戻していた。明日はこの車で、母さんと一緒に、親父の墓参りに行こう。そんなことを考えながら、俺はセダンを走らせていた。